国立環境研究所は環境問題の最前線で日々研究を進めています。地球の未来を守るために。国立環境研究所は環境保全に必要な研究を総合的に進めることを目的として1974年に設立されました。研究所には最新の研究施設が設置され、環境の現場から持ち込まれるデータにより世界最高水準の環境研究が行われています。また敷地内には雨水を地下に浸透させる工夫や筑波周辺の地域植生を考慮した独自の環境保全策が取り入れられています。国立環境研究所では研究を戦略的に推進するために、地球温暖化、循環型社会、環境リスク、アジア自然共生の4つの研究分野を重点プログラムと位置づけ、新たな体制の下で研究を進めています。国立環境研究所では研究結果の積極的な情報発信を目的として、毎年6月の環境月間に公開シンポジウムを開催しています。2009年の公開シンポジウムは、今そこにあるリスク、環境リスクの真実を語ろうがテーマです。国立環境研究所では毎年6月の環境月間に合わせて公開シンポジウムを開催しています。2009年のシンポジウムは東京および京都において、環境研究が化学物質による環境リスク問題にどのように貢献できるか、研究所で行っている研究の一端をご紹介しました。国立環境研究所における環境リスク活動のうちから、化学物質の生態リスク評価のための試験法の開発・改良、最先端の微量の残留有機汚染物質の分析法の開発、空気中の汚染物質とその健康への影響、環境汚染とアレルギー疾患の関わりに関する講演5件と、研究者がパネルを用いて来場者と対話しながら説明するポスターセッションを行いました。ここで書かれている環境とは、公共の大気とか水とか土壌とか生き物を指しています。ミジンコの産卵シーンっていうのはなかなか見ようと思っても泳いでるんでこう難しいんですが、これちょっと泳げないようにして撮ってるんで。ケイトの種類にもですね、いろんなものがありました。アクリルのものですとか羊毛のもの、まあ、いろんなものがありましたけれども、成層圏にあるオゾンは我々にとって非常に良いものですし、我々が生活する場の地表に近いところのオゾンは害があると。例えば広い意味では、生活環境にはアレルゲンですとか病原体が存在いたしますし、また広い意味で食物とか生活習慣も環境要因の一つです。公開シンポジウムは国立環境研究所の日頃の成果を多くの方々に聞いていただくとともに、ポスターセッションなどを通じて来場された方々とコミュニケーションする場として毎年開催しています。研究者自らがパネルを用いて直接来場者の方々と対話しながら説明し、またさまざまな視点からのご意見や質問に接することができる場として意義深いイベントです。私たちの研究成果は多くの人に理解され共有されてこそ価値が高まるものと考えています。